吉田さん、今回ね、最後の猿の惑星ということで、猿の惑星っていうのは基本的に1970年代のプロトタイプっていうのは5作出てたんですよね。猿の惑星、属猿の惑星、新猿の惑星、猿の惑星、征服最後の猿の惑星と。最後の猿の惑星では、まあ、いわゆる核戦争後の地球でね、文明が本当に、リセットされちゃったところに猿と人間が共存して暮らしてるというね、そんな環境でラストシーンなんですよね。で、最後猿の賢者がこうやって地球の歴史っていうのは愚かにも閉じられていったのだとか言ってね、また文明が一から始まっていって、本当にね、もう車もないしビルもないし石油もない上水道も下水道もないみたいな環境で、最後猿の賢者が涙を流して終わるみたいなラストシーンでよくね、私考えさせられたと思うんですよね。でね、今回ね、猿の惑星のことを深掘りしたいわけではなくて、情報発信のことで私もお話していこうと思うんですよ。私のところには例えばね、 YouTube で何を話したい方がいいのか分かりませんとかね、 YouTube で話すスキルが私はありませんとか言うんですけども、まあちょっと待ってくださいよと。あなたは会話をしませんかと、ね、家族の方とかご友人の方とか職場の方と会話するでしょうって。その会話と一緒ですよって。カメラの前だから別人になり変わってそこで起承転結のストーリーを展開させないといけないってものではなくて、例えばご友人の方とね、カフェに行きましたと。でそこで美味しいケーキセットを食べながら笑いながら話をするでしょと。このケーキ美味しいねって、これモンブランっていうやつなんだみたいな、あそうなんだ、このマロンがかかっててねみたいなね、お話すると思うんですよ。でこのお店はできてから2年目 で最初はテレビとかの取材があったけども、今は取材とかがなくても定期的にね、インスタグラムなどで取り上げられて、で今回そういうことで私もこの店知ったのよみたいな感じで、ね、お話すると思うんですよ。いやそれをカメラの前でやるって話なんですよね、うん、だからね、 YouTube で何を話していいのかわからないとかって日常会話でいいわけなんですよ。だってそれはできるでしょってことなんですよね。だから YouTube の前に出て一流の YouTuber さんとかなんかね、芸能人みたいなことを言おうと思うからなんですよ。まず等身大の自分で自分のできることをやっていくと。で、 できないことに少しずつ挑戦していって、できないをできるようにしていく。それは あくまでも挑戦として、そういうのは1割か2割ぐらい残していけばいいわけであってね、自分のできることをやればいいわけなんですよ。で、だからなんかね、 CD とか DVD 持ってるでしょ。じゃあ思い出話すればいいんですよ。この前ね、私のね、塾生さんでね、昭和のアイドルを語ろうみたいなライブ放送してた方がいるんですけども、なんか1時間半ぐらいね、通常は5分も話せない人なんですけども、1時間半ぐらい話したらしいんですよ。で、昭和のアイドルさんを語ろうってから、あ、菊池桃子ちゃんね、私はこういう思い出があるんですよみたいなことね、つらつら喋ってるんですよ。いや、それだよって感じですよね。だから未知の領域のことを話したりとかね、上手に映画解説をしようみたいなことは思わなくていいんですよ、全然、うん、だから昨日ね、私ね、100円均一行ってダイソーじゃない、100円均一って買ったナイフ買ったんですけども、100円均一ってもね、いろいろ種類があるんですよね。まあ、ダイソーもありますけども、ミートアップっていうのがあったりとかね、キャンドゥっていうのがあったりね、まだまだあると思います。セリアってのもそうでしょ。だから100円均一にしてもいろんな種類がある中で、なんで私が昨日セリア行ったんですけど、なんでかっていうと、セリアしかない商品がブログで紹介されていたんですよ。たわいもないね、なんかこうケースな、透明のケースなんですけどね、確かにそれは他の100円均一で見つからなかったんですよ。でそこに行ったら一発で見つかって、ああなるほど、100円均一でもいろんな特色があるんだなと思ったわけなんですよね。で昨日ついでに大和くんのこう車のね、おもちゃも買って帰ったんですけども、ダイソーにもないし、キャンドゥにもないし、ミートアップにもない、そんなおもちゃが、車のおもちゃがセリアにはあったんですよね、うん、だからやっぱりね、100均と一口に言っても会社によって扱ってるものとかね、仕入れ先とかデザインとか違うんだなと思いましたね。しまいにはね、買い物カゴまで違いますね、うん、いやそういうことを話せばいいんじゃないですかってことなんですよ。ね、タイトルとしては今回最後の猿の惑星ってことでね、猿の惑星の話題は一旦ここで最後にしますけども、情報発信の方法としては上手に一流に、もう本当にね、やらなければいけないってことじゃなくて、何気ないことでいいんですよ。会話、ね、日常会話、ね、日常会話ぐらいするでしょ。それを撮影されてましたでいいわけなんですよね。なんでカメラの前にね、出たらね、一流の芸能人みたいに気取らないといけないのかってことなんですよ。そんなことは全くなくて、いつものあなたで OK なんですよ。そこに必ずその会話を聞いてくださる方がいるんですよ。なぜならあなたの日常会話を聞いてくれる人いるでしょうってことなんですよ。じゃあ、いってらっしゃい。